まああのー、結局いろいろといろいろとねいろいろといろいろといろいろとなってると思いますけれども、まあ、結論ですねあの書くっていう、まあ、要はコンテンツを作るっていう部分でやっぱ文章が必要ですから、まあ、どうやって書いていけばいいのかっていうところをあの勉強していただいてスキルをつけていただくっていうことを があれば、まあ、いろいろ勉強もしてると思いますんで、うん、あとはそれを自分のなんだ、まあ、マネタイズがうまくいかないっていうところなんですけど、まあ、マネタイズをうまくいかせる方法って何かっていうと、まあ、そこに誘導するコピーだったりとか、まあ、セールスするコピーだったりとか結局そのお金に換える部分ですよね。ここをうまくこう作っていかないとそのいくら情報発信してもその情報発信はするけどお金にならないっていうね。 負の連鎖が続くわけですよこれ、まあ、確かにこう頑張って情報発信してるけど全然お金なんねえんなって言ってどん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 マインドが落ちてって結局できなくなるとなここはやっぱスキルをつけて、えー、情報発信しながらお金に変えるっていう技術それが何かっていうとライティングですからそれをまあしっかりやっていただきたいなと思います、うん、で、まあ、今回その道場を2期で配った10月31日に終わったほやほやの講義すべて。 えー、お配りしますので是非見て学習してみてください、はい、であとはまあ3期の方やるので、まあ、本気で勉強したいっていう方があるならば是非、まあえー、3期の方をご検討くださいめちゃくちゃいいんで、まあ、3期をもっと僕はやらないんで、うんまあ、2期の講義見ていただければ分かると思いますけど2期でもの講義の中でも結構言ってるんでやらないよっていう。 まあ今回は同情生、2期生の同情生とタイアップするっていうことで、まあちょっとご、あの、まあ、相談もらったんでやりますけど、ま、はあ、い、一生やらないです。まあ、ドリームアカデミーやってるんで、僕、それ一本にしたいんで。はい、ということで、えー、まあ、3期の方もご検討いただければなと思います。で、あとはまあ、えー、お金の部分とかあると思いますんで、まあ無料で配ってますけど、実際もう有料でお配りしてるやつですから、それ勉強して実践してください。 今回はアンケートご協力ありがとうございました。